なんだその目。余裕余裕。これで行くぞ。やんのか。見せてやるよ。よし、やっつけ。とっておき。ブリア。やってやる。ダイ！これで影のチャネル！私の番ね！これで元通りの番ね！やってみろ！いい変化だったぜ！一つ上の男！はい、シェイ！おう、ありがとうございます。くそ。ああ。사랑해나도사랑해いいえ。お。じゃあね。おい。
はい。ええ、それでは。おう、山も広いよな。移動するだけで疲れちまうぜ。この程度で音を上げるなんて男らしくないわね。おお、その発言はイエローカードだぞ。あ？今は男らしくないとかめめしいとかそういう発言は NG なんだ。男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。ふん、私はそんなの別に気にしないけどね。まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で音を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない？ガンガンいけるぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。取れた取れた。虫取りなんてガキの頃思い出すぜ。何か兄さん、もしよかったらドラゴンカートに参加してみませんか？え、ドラゴンカートってなんだそれ？ドラゴンカートは最近流行っているカートレースのことですよ。遊園地とかにあるゴーカートはご存知ですよね。ああ、ゴーカートね。別に嫌いじゃねえが、今は遊園地で遊んでるほど暇じゃねえんだ。また今度な。ちょ待って待ってください。普通のゴーカートとは一味も二味も違うんですよ。このドラゴンカートは違うって何が？平和な遊園地とは違い、カートに乗って横浜の街を舞台にスリリングなレースを繰り広げるのがこのドラゴンカートなのです。横浜でスリリング？そうなんです。ここで乗るカートは装備をアップグレードすることで
ライバルに攻撃を与えることができるんです。ライバルに攻撃だって？当然ライバルからも攻撃を受けることにもなります。カートの耐久性にも限界がありますからね。走行不能になると動けなくなり、タイムを大きく落としてしまうのでご注意を。なんだかゴーカートという割には随分と過激だな。だからドラゴンカートなのですよ。他にも走行中に拾ったアイテムを使って有利にレースを進めることだってできます。ありとあらゆる手段を使ってトップを目指す。どうです、だんだん興味が湧いてきたんじゃないですか？確かに速さだけじゃなくて強さも競うってのは結構面白そうだな。速さを取って逃げ切るか、強さを取ってライバルを蹴落とすか、そんな自由な選択もまた魅力の一つです。最初はこのノーマル状態のカートからスタートになりますが、アップグレードすることで強化も可能ですよ。まあとにかく実際に乗ってみた方がもっとドラゴンカートの魅力を分かってもらえるはずです。時間があるならちょっと乗っていきませんか？ドラゴンカートか。横浜でスリリングなレースができるってのは面白そうだな。少し遊んでいってみようか。よっしゃ、それじゃあやってみっか。ぜひ。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はここでドラゴンカートの受付をしている藤沢と言います。俺は春日一番店だ。よろしくね、藤沢さん。よろしくお願いします。では早速カートに乗ってみましょうか。おう、